ああ、お待たせ。待たせたのは悪いと思うけど、待ち合わせ時間通りじゃないかな。でも結局待たせたのは私か。ごめんなさい。あれ？前にどこかで会ったことなかったっけ？そうだよね。それどころじゃないよね。ごめん。それじゃあさっくり行くけど、すごく情熱的なお手紙でめまいがするほどびっくりしたんだけど。ごめんなさい。あなたとはお付き合いできません。なんて言えばいいのかな。あー、何もないか。胸にズッカーンって来なかったの。だからごめんね。じゃあ。お待たせ。悪い悪い、マヤちゃんに見つかりそうになっちまってさ。ほら、お前から借りてたお宝ビデオ。おお、どうだったよ。ほら、こう、なんつうんだ、お前のハートにどう響いたかって。やっぱりそうか。俺と兄貴の合同お宝コレクションの中でも自慢の一本だしな。いやでもお前のもすごかったぜ。さすがのお宝職人ぶりだったよ。とまあその辺の話はまた後でだな。とりあえず教室に戻ろうぜ。よし、それじゃあ目立たないように先に行くからな。なんだよなんだよ。たく、本当に好きだな大将も。俺が貸してたお宝ビデオのこと思い出してたんだろ。屋上でも寂しそうにしてたもんな。大丈夫、また別のやつ貸してやっから。あなたとはお付き合いできません。
なんか廊下がうるさいな。なんだよ大将、ノリ悪いな。しょうがない、ちょっと見てくるか。おい、ぼーっとしてる場合じゃない。大変だぞ、ちょっと廊下に来いよ。いいよじゃない、行くぞ。いいから急げって。この子じゃない。じゃあ、そこの髪の短い子は？その子でもないな。すげえだろ、森島先輩がわざわざ2年の教室に来るなんてめったにないぜ。本当に下級生だったの？多分。何してるんだろうな。おい、もっと近くで見てみようぜ。あ、ちょっといいかな。なんすか？君はこの大間抜けに屋上で突然話しかけられたことはないかな。あ、屋上で？はるか、ちゃんと探してるの？探してるよ。あ、はるか、もしかしてこの子？この子だったような、隣の子だったような。まったくもう。先輩でいいんですよね？一体何事なんですか？あ、挨拶もしないでごめんね。私は 3-A の塚原響。ここにいる間抜けな子の保護者みたいなものかな。ひどいな響き、間抜けは言い過ぎじゃない？間抜けはちょうどいいくらいだと思うけど。むむむ、まったく、こっちは水泳部のミーティングがあったっていうのに。ちょっと事情があって、はるかと屋上で話をしたと思われる下級生を探してるの。あ、はるかの紹介はいらないよね。もちろんです。この学校で森島先輩を知らない男はモグリですから。わお、もしかして褒められたかな。はいはい、ちょっとおとなしくしててね。で、どうかな、心当たりある？もう響ちゃんもいけず。そう言われてもな。図鑑？あ、君だ、君だよ。そうそう、図鑑だね。図鑑？なんだそりゃ。そうか、君なんだね。ちょっと場所を移そうか。いい？ああ、だんだん思い出してきたよ。うんうん。
はるかからもちゃんとお願いして。ああそうだよね、ごめんね、お願い、ちょっと話を聞いてくれないかな。よし、そういうことなら俺も。ごめん、君は遠慮して。ウィース。まあ簡単に言うとそうなるかな。屋上でコソコソしてるから確認もせずに話しかけちゃったの。ごめんね。あ、何くんかな。ごめんね、すごく嫌な思いをさせちゃったよね。こう見えてもすごく反省しているんだ。許してやってくれないかな。許してくれる？よかった、君は優しいね。したけど。え、なんでなんで。ねえねえ、どうしてどうして。ちょっといいかな。今日のことは本当に全面的に全く私が悪いことだけど、告白の返事をしている時に違うなら違うってはっきり言ってくれてもよかったんじゃない。むむむ。今もそうやってもごもごと。はるか。あ、うん、分かってるよ。今日のことは私が悪いです。はい、もっとシャキッと。グーッと、いいお返事だよ。どうしたの響き。いや、本当に君は素直で優しいね。だって本来はるかが謝らなきゃいけないのに君が謝ってるじゃない。それはほら、別腹でしょ、別腹。それを言うなら別件じゃない。あ、いけない。うん、急いで戻ろうか。じゃあね。またね。